という設定なんですけれども、その主人公がギャングに追われて修道院に逃げ込みます。ところが修道院ですけれども、お金がなくて今にも潰れそうだということで、その主人公が尼さんたちと一緒に聖歌隊を作って歌で修道院を救うという、そういうストーリーなんです。今日はMIYABIの聖歌隊が歌いますが、酒場の歌手はその中の一体誰でしょうか。それは皆さんお聞きになる方に判断していただきたいと思いますが、では、MIYABI聖歌隊のゴスペル、どうぞ。